大量大量魚が釣れました。父さん、こんなに釣れたよ。さーて、今日も釣れるかな。あれ、錆びてる。こっちも。海水で濡れたり潮風に当たったりしたファスナーは錆びやすくなっています。十分に水道の水で洗い、よく乾燥させてから保管してください。ただいま。これ洗って干しといて。今日も大量でした。やっぱ自分でやるわ。